ジェイク・リバモアは、イングランド・ロンドン出身のプロサッカー選手。ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2006年に、トッテナムのアカデミーでキャリアをスタートさせ、2008年に、トップチーム昇格。その後、ミルトン・キーンズ・ドンズ FC、クルー、アレクサンドラ FC、ダービー・カウンティ FC へのレンタル移籍を経験した後、2010年3月20日に、 ストークシティ FC 戦でトップチームデビューを果たした。2014年6月22日、レンタル先だった春シティ AFC へ完全移籍を発表。2015年5月、試合後の薬物検査でコカイン陽性反応を示したため、春及び FA は内部調査が終わるまで出場停止を課した。リバモアが2014年に生まれたばかりの子供を、 なくし精神的に弱っていたことを踏まえ、同年9月に FA は特異的かつ特殊な性質のケースとしてこれ以上の出場停止処分を課さないとの声明を発表した。2017年1月20日、ウエストブロムウィッチアルリオン FC へ1000万ポンドで移籍。契約は4年半。2012年8月15日、イタリアとの国際親善試合でイングランド代表初キャップを記録。 ありがとうございます。